クニュル山地は、ドイツ、ヘッセン州の中引く山地。クニュル山地は、カッセルの南 45km、バートヘルスフェルトの西 20km に位置する。エーダー川とシュバルム川が、北と西の境界をなす。フルダ川が、東の、ヨッサ川が、南の境界である。クニュル高地は、シュバルゼンボルンと、ノイエンシュタイン、キルヒハイムにまたがっている。 クニュール山地を通って、ドイツメルヘン街道、アルペンイコールオスト税街道、ドイツ木組の家街道といった観光街道が通っている。他には、クニュール山地を通る A7 と、それから分岐して、山中を走る B454 や南部を走る A5 といった道路がある。クニュール山地は、人があまり住んでおらず、樹木が密接している。 ここは、クニュルバルト自然景観保護区となっている。クニュル山地は、噴出マグマがその起源である。増式砂岩の土台の中から玄武岩の山頂部が、突き出している。その形態や起源などから、ホーゲルスベルク山地の弟と呼ばれることもある。クニュル山地には、エフツェ川、アウラ川、ガイス川、ロールバッハ川、グレンフ川の水源がある。リムベルク山。ありがとうございます。